彼女には普通の女性として生きてほしかった。だからこれでいいんだ。それが彼女にとって本当の幸せだと思うから。たとえ離れていても、もう会えなくても、彼女への気持ちは変わらない。その彼女の名はヴァイオレット・エヴァーガーデン。